特殊大量殺人機は、星新一の短編 SF 小説である。書質は、小説新調1968年7月号。特殊大量殺人機を開発した博士と助手の引き劇である。F 博士は、用紙振動式、特殊選択的、遠隔作用、大量殺人機を開発した。博士は、機械の性能をテストするため、死刑が確定し、 救済方法のない囚人を殺した。二日後に死刑囚が一斉に死亡したというニュースが流れ、テストは成功した。次に、博士と助手は死刑囚以上に凶悪にして、罰を免れている人をこの機械で殺した。助手は大喜びし、さらなる悪人の抹殺を提案するが、博士はそれを今しめ機会を封印しようとする。しかし資金がないため、 新たな装置を開発するための資金を集めることにする。博士は財界関係者を相手に資金の支援を求めようとしたが、新手の詐欺だと思われ相手にされず、それに怒った博士は装置の発明者を語るものを抹殺し、自らが装置の発明者であることを明らかにする。そして会場に来た人たちに金を出すよう迫り、装置を破壊したら自動的に作動すると脅す。しかし、 彼らは産業スパイを通じて情報を入手し、すでに同様の装置を入手していた。博士は産業スパイを抹殺しようとするが、産業スパイ同業組合が現れ、殺人鬼を入手し、財界関係者と発明者への即時報復体制を整えた。博士は逆探知装置を公開し、殺人鬼を持った人に圧迫される側に教えることにした。結果として、 特殊大量殺人鬼は爆発的に普及し、政府、与党、野党、与党内の各派閥など主義や宗教で対立するグループにたちまち広がった。変な目で見られたり、恨みを持たれたりすることの多い職業やグループに早く、広がり、一匹狼主義者の組合や魔法機投資のグループなど、ありとあらゆるグループが殺人鬼を備え付け、即時報復の体制をとった。 そして、挙句の果てには、チンパンジーや猫など、動物に対しての攻撃も、報復の対象となっていった。ありがとうございます。